はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。 T 中様、力丹様、 MK 様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。3月12日、明日ですね、15時半ぐらいから亀戸駅で、街頭活動いたします。よかったら見物にいらしてください。3月20日日曜日、14時から16時の間、池袋西口で救う会の署名を集める活動を、いたします。お手伝いくださる方大募集であります。よろしくお願いいたします。3月27日日曜日、午後1時半、東池袋中央公園旧巣鴨プリズンサンシャイン60敷地内、に集合でですね、NHK スクランブルデモ、を開催いたします。よかったらご参集ください。よろしくお願いいたします。東日本大震災から今日で11年経過いたしました。毎年やっとるんですけれども、まあ今年もですね、こちらの松島っていう仙台のお酒、でですね、献杯しようと思います。亡くなられた方に対して、献杯いたします。献杯。1万6000人亡くなりまして、まだ行方不明な方が2500人ぐらい散ったかな。もう11年経つのか、いうことで早いな。過ぎてしまえばあっという間ですな。福島県いわき市で動物病院経営の獣医で私一生を終えるはずが、被災を機にいろいろあって今はなぜか東京で政治家やっております。運命の不思議であります。被災者から言わせてもらいますけど、復興税もういい加減にやめろ、やめてくれ。それで助かってる被災地もあるんでしょうけど、もう11年ですからね、いつまでね、やってんだっていう、感じであります。まあないと困る人もいるんでしょうけれども、11年も経ってんのに今更ね、復興税ってことないんじゃないの、いつまでやってんの。当面の措置っつって始まったんでしょうけど、どうせ、これも50年も60年もやる気かって、続ける気なのか財務省、この野郎。被災地の被災者としてもおかしいと思いますよ、こんなのね。日本政府、外国人留学生に10万円のお小遣いをあげることを決定したそうであります。ネットの反応です。何考えてんだよ、外国人より日本人だろうがバカか、困窮日本人にはくれないのか、生活に困るような留学生って農作物を盗ませるために金がいるんだろう。岸田、留学生は国の宝、余裕がある人だけ留学しろ、っていう件ありました。 NHK 報道によればですね、コロナの影響でバイトにできなくて収入が得られず経済的に苦しい状況にある留学生に10万円支給だそうなんですけど、ちょっと待て、困窮留学生、まずこれがおかしいべって。困窮するような人がなんで勉強しに外国に行けんのかってね、清純派 AV 女優ぐらい矛盾してんだろうが、困窮留学生ってさ、なんで留学すんねんって、なんでバイトが前提なんだ、留学生なんでしょ、勉強しに来てんじゃねえのかよって話なんですけどね。なんでバイト前提で、バイトできないから困窮してますね、大変ですね、10万円あげますって、そういう話になんだって話ですよね。岸田もですね、言ってておかしいって思わないんだろうか、まあバカなんで思わないんですけどね。バイトできずに困窮留学生、言ってておかしいって思わないの、なんでそんなね、余裕ない人が留学に来んな、おかしいと思わねえのか。バブルの頃は
ちょっと金持ちの息子なんだけど、娘なんですけど、おつむがさほど出ないっていう、大学、行けないおつむの持ち主は、まあ金持ちだったらね、アメリカとかに留学させて、大学行かせる代わりにね。でね、かっこつけたもんですけれども、留学生には、学費、生活費、医療費、渡航費、その他もろもろで、年間380万円あげてんですよ。そんでもなお困るって、おかしくない？月額約32万も税金投入されてるんですよ。日本人の税金ね。手取り、これ。これは税金かかんないから。税引き後で全部使える手取りだからね。月額約32万円で手取りって言ったら、額面で言ったら40万円以上の稼がないと、給料ないと、手取りで32万円残りませんよ。そんでも足んなくてプラス10万円あげるって何考えてんだ。日本人学生にはですね、450万円貸して600万円以上取り立てて、返済は30歳以上になっても、まあ、40歳近くまで残ってて、こんな不公平あっていいのかって話ですね。日本改革とはですね、留学生の優遇廃止を訴えてます。その金あんだったら日本人の教育に使うべきですよ。なんで遣唐使だって遣隋使だって命をかけて大金かけて渡ったんでしょ。最新の技術や勉学が欲しいっつってね。なんで日本は頭下げて金つけますからっつって勉強しに来てもらってんだ。バイト前提で。そんなの留学生って言えんのかって話なんですけどね。なんで岸田はこういう時だけ検討もせずに即決すんだ。はい、決定。腹が立つわーっていう、感じでありますね。岸田、食品値上がりに対して緊張感を持って注視する。なんて言っちゃって、何にも考えてなかったな、これっていうのがバレておりました。何もしないことをいろいろな言葉で表現するおじさんっていうあだ名がついておりました。何が日本人を激怒させるか、しゃぐに触るかも分かってないよね、この人ね。岸田総理。だからバカだって言うんだよね。参院選では自民は大幅に議席減らすでしょうね。私も出る予定であります。東京選挙区。東京の方は、私に投票できますね。これ白って言っちゃうと選挙違反、事前運動になっちゃいますから、私に投票しろとは言えないんですけど、できますね。まあ岸田が参院選大敗北して引責辞任してくれるのを希望いたします。岸田じゃダメだ、岸田じゃバカで情報不足で全くね判断できてねえからね。岸田みたいなバカが総理になった責任は立憲と共産とか社民など野党にもありますよ。この連中クズすぎて自民以外に選択肢ないもん。自民で一番バカで売国の議員ですら立憲や共産の議員よりマシっていう状態ね。これがいけない。なので自民が大丈夫だなんつってだらき切って、岸田みたいなやつがトップになってしまった。岸田みたいなバカで情報不足、情報この人全く自分で集めてない。周りの側近が、側近どもが、この人若い頃から講演会しっかりね、親父のついてて、まあ20にも30にも取り囲んでんでしょう、側近どもが。そいつらが自分らに不都合な情報を岸田に届けてないとも考えられるんですけれども、ユニクロやないロシア人には服を着る権利があるなんて言っちゃいまして、ロシアでの事業継続宣言しておりましたけれども、一転、事業継続が不可能になりました。停止を発表だそうであります。ネットの反応です。生きった挙句発言撤回、一番かっこ悪いやつ。あれ、服着る権利は、嘘ついたんか、ダッサ、もう遅いわ。評判落としただけでしたね。
もう悪化したイメージは戻らんぞ。撤回しても買わないと決めた人は変わらない、もう一生買わない。私は未だに花王の製品買ってませんけれども、ルーブル抱えて倒産するのが見たかったのに。ユニクロ経営陣はバカ揃いなのが理解した。このジジイすっかり金の亡者のイメージついたな。まともな経営判断できないバカ会社と証明された。金しか頭がないとこうなると。ユニクロなんか一生買わないからどうでもいいんですけど、まあ高くて買えないっていうのもありますけれども、ルーブルの思った以上の暴落でですね、採算取れないってことに気づいたんでしょうね。事業継続が不可能になりました。いくら代金としてルーブルをもらってかき集めたところで何もならんと、紙くずであると。国際間決済送金システムから締め出された時点で気がつけよな。本当に頭悪いな。ロシア人には服を着る権利があるなんて言い切っちゃってさ、そこまで信念があるんだったら損覚悟、倒産覚悟でロシアと共倒れすればよかったんじゃないんですか。途中でやっぱやめます、かっこ悪、信念もない、ただただ金の亡者であるっていうことがまあバレましたよね。ロシア政府、トヨタなど撤退した企業の工場や設備などを我が物とする方針だそうであります。我が物とできる、接収できる法律作るんだって。撤退はロシア国民への戦争だそうで、ロシア政府が戦争を追っ始めなかったらこんなことにはなってないんですけどね。自分らが悪いっていうのは、自分らが先にやらかしたっていうのはすっかり頭から抜け落ちてるみたいでね。これでね、戦争が終わってもロシアに進出する企業はなくなりますね。こんなことされたんじゃさ、めでたしめでたしという感じですけども、撤退するときですね、ちゃんと設備は破壊してきたかな、トヨタさんな。中枢部分は持ち帰ってきたかな。アップソフトですか、主に。マシン、車作るマシンのソフト面、ですかね。ついでにロシア政府、敵対国認定した G7 含むたったの47カ国の企業の特許と商標は無断で自由に使えるって方針を、法律を作る方針だそうであります。日米英カナダ独仏イタリアスペイン、まあ名だたる国全部入ってるんですけど、入ってねえ国、言った方が早いっていうぐらいね。で、特許と商標を無断で自由に使えるってどういうことなのかっていうと、撤退したマクドナルドの店をですね、勝手に募集してマクドナルドってそのまま名乗ってハンバーガー売るって商売を始めることも可能になりました。ネットの話です。全世界の企業に喧嘩を売るスタイル、完全にイカれたようだな。自ら北朝鮮の道を進んでやがる。当然のようにルール違反、国際社会復帰はもう諦めたから、トヨタの工場をぶんどって車作る気満々と、特許も商標も奪うんだから勝手にね、トヨタ工場で作って車を、でトヨタ車ですって売るのもありになっちゃいますね。勝手に作ったバイクにですね、ハーレーのマークつけてハーレーですって言って売るのもありになっちゃいますね。変な味する自称コカ・コーラとかも売るようになるかもしれないですね。もう何でもありなんでね。こちらは横の国のパクリ菓子の数々なんですけれども、一応名前は変えてありますっていうところが、まあマシなとこかな。ロシアがこれからやろうとしていること、よりもね、一応名前は変えてあるからね。あとは散々パクってるんですけど、ロシアのね、なんちゃって商品、トヨタ車ですっつって、実はトヨタじゃない。ハーレーです。実はハーレーじゃない。コカ・コーラです。全然違う。マクドナルド。全然違う。何の肉が入ってるかもわかんねえ。ロシアのなんちゃって商品なんか、
友好国のですね、中国人民ですら買わないんじゃねえのかな、そんなの、それともあのロシア崩壊の記念としてロシアが全世界から仲間外れにされた、はぶられた、記念品として欲しがるかもしれないですけどね、欠陥品で売ってね、あの欠陥のあの車売って事故でも起こしてそれ名乗られたトヨタは大迷惑ですね。まっついまっついハンバーガー売ってですね、マクドナルドですって言われてですね、本家は大迷惑ですね。ロシア人民は恥ずかしくねえのかな、こんなことは。あの政府が自らやろうとしてね、プーチンにあの完全洗脳されちゃって、プーチンのやることは正しいぐらいに洗脳されちゃって、おかしいとも思ってないんでしょうか。まるでね、あの側近どもに、つんぼさじきに置かれてですね、洗脳されて、困窮留学生って聞いても全然おかしいともなんとも思わねえ、バカ騎士だみたいに、おかしいと思わないんだろうか。世界はまだまだ愚かさで溢れておるなぁ、って思う震災から11年目の今日でありました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。